どうもパフォーマンストレーナーのンのスケですさあ今回はですねテくんのナイトウォーカーダンスプラクティスが出ましたねもうミスターフルイルっていう感じですね本当に素晴らしい体型でもありますしその体型とパフォーマンスのねそのマッチング感が本当トップだと思います思いますね本当に見ていきましょうよ こんな入りやったっけ本当にね指先が綺麗ですよね。どけれしかもさこれすんごいこれこの腹こう腹からこう入るこのナチュラルなこのボディウェーブがめちゃくちゃ綺麗ですよね。あとねこの肩の抜け感まあ皆さんなかなか まあ、あのこの僕が何でいい悪いっていうこといいなとかかっこいいなとかすげえなって思う理由がですねやっぱり日々自分でこうトレーニングしてるからなんですねそのトレーニングしたたりとかあと僕とかかあ僕だったらもうね。 こっちの福井県に引っ越してからは、うん、ともうダンススクール行ってないですけどもやっぱダンスやっててもそうですし、まあ、ちょっと来週は武術のセミナーに参加したりするんですけどやっぱその頻繁に体を動かしていくっていうことでそのダンスだったり武道だったり。 あの戦闘戦術だったり、ね、戦闘戦術とスポーツの武道とこれかなり違うものがあってその体を使うとか何かエネルギー発するとかダンスも全部人間がやることなんでねなんかね本当無無知経験がない人の方がこうマウント取って物事を言うのはこれねしょうがなくてなんでかっていうとね経験することでいろんなダメージ受けるんですよね。 いわゆるネガティブなダメージじゃないですけどもああできなかったなとか伝わらなかったなとかボコボコにされたなとかあとダンスでいうともうそのフォーメーションから外されたりとかそのトラウマを得るんですよトラウマを得るからこそマウントが取れないそれは経験値だから。 世の中の人たちってこうマウント取り出すのは経験がないからなんですよね。ダメージを受けたね。だからまあそういった人たちはもう僕らは無視するんですけど、まあまあそれを置いといて、いわゆるその体に経験値がたくさんあるので、あここでこう肩抜けると何かが動きやすくなるな、できるな。で僕らだったらちょっと一旦弾いて自分で練習しなきゃいけない。でここだけ練習してたら次曲がかかって全部こう複合して動かなきゃいけない。でまたそれで。 できないっていう風なフィードバックを取ったりとかあとその表現ですよね手先の表現で何かその何かこう水の流れみたいなものがこう表現できたりとかそれが本当にすごいですよね体全体でこう表現していく中でもう全ての細胞があとこの運足の足の使い方って言うんですかね天君の場合すごく綺麗ですよね 綺麗っていうか、生み出せないというか、この体格のシルエットの撮り方とかね。例えば、なんかちょっと顔、顔がね、少しこう、セブンティーズ、メイクしてるからあれかもしれないです。セブンティーズの星くんまだ星くんとまた別なんですよね。やっぱこう、多分ね、ジャズっていうか、ジャズ系、わかんないですけど、足の骨格が結構、まあ、ずっと言ってますけど、あの、男性のバレエダンサーみたいな、結構足を、 のなんか置き方っていうか多分骨格もそっちにちょっと近いんですよねちょっと過信点気味なただその足の奥鋭さとかうーん見てください右足グーって引き上がってくからう<ー>あれちょっと待ってうこの引き上がり方とかほんと制限ないですよねウォー すすごい綺麗に上がってきますねしっかりはまってるというこの線もう天才だと思いませんこういう線をちゃんと軸がこう見える中でこう足引っ張り上げてくる。 その動きの中に空間が見えない。ウィンドウって、まあよく書くときウィンドウって言うんですけど、隙間ですよね。隙間パンパン作って隙間にはめたりする。その隙間がこうできない体の使い方っていうんですかね。やっぱダンサーさんはやっぱそれが、僕はそういったダンスの人たちを尊敬するし、すごいなと思うんですよね。隙間って絶対生まれるんですよ。なんかしんないけど。全然ないんですよね。 きれいですよねほらこの立ち方ねこの外線の立ち方やっぱこれちょっとやっぱそういった経験値というか体に僕の経験値ってあの経験の経験じゃなくて体の使い方の経験値というか体の骨格もそうだし形成されているその部位っていうのかな。 うん、こういったやっぱ足のスタースの取り方はできないからねやっぱそのそれなりになんか特殊な訓練をしてないとうん今の肩のアクセントのつけ方とか本当なんかプロでううなんかこの うん、このウェーブ通して重心、ウェーブっていうか、この波を通してこう下に落ちる体の使い方とか、これかっこいいっすよね。なんかこういう感じ。自然、もうわけは、今のすっごいですよ、今の。皆さん撮った次見て、ね、この引きもすごいんだけど、怖い。取れない。取れる、これ、このハイエルボ。 もうねこういったところがうわっ,って思うんですよねそっからのこのアームスのリーチもう全然表現の幅が違うじゃないですかまずねあんなに鋭くこんだけハイエルボかましてその腕のその外側の面が全部このカメラ正面のプロファイルだってこいつサイドプロファイルですサイドプロファイルの 骨格を前方にフロントに見せるっていうこの体の使い方すごくないです手首折ってまあこれボーンストラクチャーって言うんですもんねこの手首こっち折っていけば勝手に肘スパイキングして上がるんですそれに力みがなくシュッと上がってくるプラスアルファこの土台がめちゃくちゃ綺麗ですよねおマイカーで からのアームスのスイング入ってからここまでのその今の一瞬ですよワンモーション一瞬のモーションですごい幅で動いてるんですよここがやっぱち今の重心これはすごいよねこのやっぱ外線の取り方でこんだけ股関節深く取りつつアームスのこの一連の流れあー でちょっと誰もできないなこんなのはまたこうねテミンさんと違うところがまたいいんですよねテミンさんはどっちかというとなんつうのかなテミンさんはもっとソフトで逆に言うと骨格もちょっと優しい感じがするんですよねもっとこうスッスッ なんていうのやちょっと柔らかすいやー違うな難しいな振りによるなすっごい例えるのが難しいで僕の中ではテミンさんと天んくんこの二人並んだらちょっとね勝てる人いないんじゃないかなって思うかな。 そこにジミンさん並んだらもうもう崩壊ですね <laughs> <laughs> やらけえここのこんな足の使い方誰ができちょっとこれこれ終わんないんですけど <laughs> 終わらせてくれいちいちこの運速に感動するよねなんかね 本当さこの運足してな中でもこ空間が見えないあれ面白いですよね人間ってし大体こう体重移動する時ってヘッドがこうシフトするんですけどこうダンサーさんって面白いのが 足を中心から少しだけ外にずらして逆に言うとヘッドシフトが起きないように運速作るっていうねうんこの使い方ねううう,う,うえすごいなんちゅうボディすごい柔らかい 抜けおこの肘の取り方とかすごい綺麗ですよね、うん、これ天んくんの横に本当前も言ったけど多分そんな普通の普通にお腹出せる女性なんですけど天んくんのスタイルが良すぎてね いや、これはすごいな。このスプレードフィンガー、これ分かりますかねここに空間あるの、女性たち。ここに来るものが、ここに来て、ね、これ分かります。結構僕らこれなんでやるかっていうと、あの、肘。あの僕はもう格闘技ベースなんで、この、 無タ体とかもそうですけど肘の打ち方ってこうやってでこっちの方がストラクチャー的にはこう強く、まあ、こっちよりもあの手って、まあ、その筋膜の構造だったり骨の構造を考えたりするとここまでがエンドリーチだとしたとしても例えばさらにいわゆる何かっていうと膜が引っ張って 引っ張られる構造の方が Weaponize って言って強いんですよね引っ張ってるストラクチャーの方が強いんですよ人間人間というかまあ大体のものそうだと思うんですけど引っ張ってる構造って強いじゃないですかピッと張らせた方がつまり体のその例えば体の骨の構造上はここまでがエンドレイエンドレイエンドかもしれないですけどだったらさらにもっとストラクチャー的に引っ張るってことを考えると折っていった方がいいんですよこう 骨ののそそれに沿ってそっちの方が皆さんやたら分かると思う手首だけ肘だけこうやって曲げてこう使うのかそっからさらに手首曲げると勝手に肘がリードされて前いるからでこっちの構造の方が早くて強いんですよねそうだからいかにそのここの手首の柔らかさプラスそのテンクの場合肩がすっごい抜けてるからさらにここの 空間ののっていうな、ね、柔らかさっていうかここの空間がさらに畳めるっつうんですかねそうだからすごくこう構造がシャープに見えるっていうかね <laughs> まあ見ていたら分かると思いますよこれもできるとしたらこっちもそうなんですよねこの空間も狭くてここのデコルテの部分のラインがものすごく空間ができて肋骨が落ちるんで。 絞りっつうんですけどすごいよな、ね、この腹の落とし方うもうほんとさ僕らが求めているものが全部ここに入ってるんですよねうひ姿,姿勢はスウェーバックなんだけどね、うん、うわかっこいい <laughs> なんか僕いまだにね全然そのやっぱり韓国とか中国とかタイとか全然その誰がどういう存在例えば日本だったらさんまさんとかビートたけさんとかなんかその芸能人たちの,その存在の位置ってなんとなくわかるじゃないですか。やっぱそれって多分国民その国民にならないとなかなかわからないと思うしまあでも。 親が多国,、ね、国籍だったりとかあとはね10年間日本で育って小6まで日本で育って中学校からなんか他国に住むとかああいう風になってくるとね僕も何人も何人もで僕も15歳から海外に住んでますけどやっぱなかなか15歳からっていうのなるとその僕ら僕1人で1人じゃないまあきと引っ越しあの オーストラリアに島流しにあっただけだからだからなかなかその家族と時間過ごくするっていうことがないからね家もあったわけじゃないしやっぱ家族と一緒にその場所に住んでそこのねちゃんとそこになんかこう税というかお金を納めて仕事をしてっていう風なそういったなんか立場になるとねまた変わってくるんでしょうけどなん,かなんかちょっと知ってみたいですよねどういうそ天んとかがどういう風にこうに存在なんだろうって。 ううなんちゅう体の絞りもうこんなスパイラルな体ううやわらけこれ皆さんこのこの体の構造の素晴らしさ構造プラスそれを動きで体現できるめちゃめちゃ狭いからねわかるかなこんなやからね ら無理無理ううでプラスアルファーそのまあヘッドボイスとこれまあファルセットこう合わせるミドルみたいな感じです,けどすごいですね歌も歌えるというキー 止めと流れがやばいね。この止め感やばくないですかスタッフ。うぅ。やっほぅ。うぅ。この左足がスッと中にまとまって右手が流れる感じやばくないですかシュー。やっほ股関節の奥行きとね、右手の流しっていう、この体の使える幅が。 なかなかっていうかいないっすよねうわこんなやったっけ前うん。ほらこれやっぱ独特なんですよね多分使い方分けてるのかもしれないっすけどねこっち崩さず落ちるっていうこの体さっき言ったでしょこっちの落ちうわうい。 もう下にへばりつくようなもう重心の血ちの柔らかさめっちゃ低いからね誰も出せないこの可動域しかもさ股関節が動いてんだよね俺すごいよねどんな身体操作これウェイウェイブウー的な動きの派生っていうんですけどね 大きい骨が誘導されて動くってすごいことじゃないですか。我々絶対にありえない。出せない。出せるわけがない。し。<laughs> これ。 増えでこう水流れるような体の使い方ができてて関節に柔らかさがあるとシャープな動きってできるのかなって思う中でめちゃくちゃシャープっすようお今のいいですよねちょっと重心うん入るのがまたかっこいいう これ前こんなのあったっけなうーおちょっとダンサーさんも見てみたいんだよなうおうおかっけえヒットがうう <laughs> <laughs> 線がめちゃめちゃ綺麗ここの重心の音しかこれいつも言ってるやつねちょっと違うでしょ これその究極のブレーキングってかってこうブレーキかける時にめちゃくちゃこのかかとハイギアで上がってくる僕らハイギアってったりするこのハイギアがガンって入ってくると何て言うんですかね肩骨と大腿骨の線がバチンってこうはまるような感じでこれが好きなんですよね僕ねでこうガンって踏んでまた体重移動するっていうそのテイストの出し方も最高ですブーン すごいっすよね。ドン、ここ、ここ、シダ、ブーン、ストレートライン。うぅ、たたみ方が、ドン、ドン、センター、ここのセンターの絞り。うぅ、ビジョンとですね。内股入ってますね。いいですね。うぅ、どんだけ肘が遠い的にこう、いくのよっていう。うぅ、 きすごいねちょっと日本にはなんかこういう人ちょっといないかもなあの JO1 にレン君っていいますけどレン君ってすっごく可動域も含めて柔らかさがあるけどこういうガツガツの質感 もう一回見てみたいですよねなんか彼とかすごくやってくれそうな気もするけどあと INI に木村正也君です木村正也君と蓮君を合体させたような感じかなでもこのねバレーみたいなこういうスタンスは持ってる人日本ではほんと少ないからねいないっすねあんま見たことないな確かにやっぱもう あと多分中国語とタイ語もできるんでしたっけ4カ国ぐらい喋るのかな確かちょ,っとわもうちょっと忘れちゃいましたけどやっぱりその他国の,その情報を得れるっていうのも多分一つのその僕自身は逆にそれがデメリットになっちゃっていろんな <laughs> 問題があるんですけどあのやっぱ他国のものを結構日本の業界で嫌う人結構いるんですよ。 うん、嫌うというか、うん、日本人のその多分質っていうか日本人自体がなかなか他国のものを入れようとしないっていうのもあるんだよね、うん未だにやっぱ日本はトップだっていう思ってる人も未だにいますからねもうボトムですからね今ね本当に。 我々のフィットネスの話ですけどねうん予防医療に関しても最悪ですよね日本って最近なんかその脂肪を燃焼するメタボの薬ができたらああなたこうだ騒いでますけど本当に弱りきった国だなって思いますね好きなもん食って好きなように太った人が勝手にそんなピル飲んでなんか脂肪が減るだろうなんだろうってそんな言ってる国本当レベルが低すぎるって僕は思います 安全な国だからこそよりいい人たちができるはずなのになぜかおかしい話ですよねうん自分の体を自分でダメージくダメージ加えてって勝手に体を悪くして医療費を払って国の医療費がああだこうだ言ってそ,そういったピルをまた売り出して変な悪循環のお金の回し方してますよね。じゃなくて我々が思うのはやっぱり 動ける人たちをこう動ける人たちがいっぱいいてそれでこんだけ安全な国いつでも外に出られるし、ね、誰もが読み書きできるっていう国なんて世界で考えて1%もないって言われてるすごい奇跡的な国なんですよね。だからそうういう 普通だったらもっともっとこうみんなが動けるみんながこう手助けし合えるようなね国なはずなんですけどねなぜかこの健康面になってくるともう本当にだらしないというかねだらしがないうんちょっと脱線しましたね <laughs> うんうん ビハインドステップ、このビハインドの肘、もうすごくこのこ、こ,こっか、こっから上の体の構造の柔らかさがもう、いや、もう本当に脱線しないよね。もうアームスというアームスも全部が、すーは、もうこんなに手さ、この線をキープして、 踊り続けるちょっとねほんとロボットじゃなくていや本当になんかこう人がやってるのって思われるぐらいの完成度っていう完,完璧な精度が高すぎますよねシステムが入ってんのかっていうぐらい 体のこの正確さというか、可動域の持ってき方とか。うー、柔らけーとてつもなく柔らかいっすね。もうこんな、上がんないっすよ。<laughs> こん、すっごい柔らかいっすよ、本当に。<laughs> また天才ですよね。これ見ますここの。 ここの手の運び方とか止めてみてたらすっごいわかるんですけどまずこの絞りね毎回言うけどすっごいすっごい狭いスパイラルな絞りしててアームスのこの持っていき方にまたウィンドウできないでしょなんかこれ不思議だと思いませんこのまとまったこのこのラインの中で手が来て スコーンってはまるじゃないですかそっからこの狭い空間でこうやって肘がジャックアップしていく中のこの手のここのなんか円が見えるこの感じもすごく好き好きというかもう無理狭いですよね絞りがこの右今の右手とかありえないからね こんなとこに手あるんだよ。ここっすよ、手。皆さん、持ってったら分かるよ。なんでこんなとこに来るのって僕は、自分でもトレーニングもちろんするし、人をこう指導する意味で、まあ、立場でがあるから、客観視するときは多いわけですよね。この全額面上に手があるっていうこと自体が人間はないっすから。いーや。 これがもうだからその人が感動するような体の表現の幅が体の能力にあるっていうのは素晴らしいことですよね。ああ、うぃ、かっけえ。あ,、まああの前回の NCTWish さんでも言ったんですけど、最近ね、美容業界さ、本当にね、 皆さんね、まあ、僕の話聞いててお前何言ってんだと思うかもしれないんですけど皆さんこういった大手さんのねこの BYC 株式会社さんとかね、はいまあ、僕ちょっとご招待されて新商品の説明会にですねあの行かせてもらったんですけどもあの、まあ、僕とかが言っていることだったりとかを結構こうつながっていて何かっていうと その美,容美容の考え方も最近はやっぱり体の構造にすごく特化されていて例えば皆さんお肌のたるみとかいろいろ気になるでしょそういった時にやはりこういった美容液だったりとかこういったね EMS 的なそういったなんかこう筋肉を発達させるっていうことの商品のやっぱり売れるんですよやっぱ売れるというか世の中の人に浸透しやすいんですだから商品作る人たちもすごく深い思いはあるんだけどやっぱ買ってもらわなきゃいけないっていうのと あの作る人、例えば編集する人もそうだけど、やっぱり見てもらうためにはいろんなとこ削らなきゃいけない、買っ,あの買ってもらうためにはいろんなことを削らなきゃいけない、いろいろ本当、商品開発っていろんなことを考えていかなきゃいけないですよね、で本質ばっかりやってると、本質説明してる間にみんな人が離れちゃうんですよ。 だからいかにハンディでシンプルに伝えて買ってもらうかというところ重視しなきゃいけないんですけどやっぱり最近はですねこういった大手美容業界の方々もですね本質に入ってきてそれは何かっていうと僕よく金膜の話するじゃないですか。 ってね皆さんにこうやって見せながらねそうだその例えばこの今足の裏がこうやってね表層出てますけども顔のリフトをしなきゃいけないって時にじゃあなんで顔がたるむかとかいろいろ体の構造を考えてったりするとやはり体の重力に対して生きているからこそ我々の皮膚ってたるむんですよね。 そそれはそうですよね細胞もどんどん老けていくわけだからだからそれに対してじゃあ自分その美容と何が関わりあるかというとやっぱりそのコラーゲンの質我々の筋膜の質を高めなきゃいけないというところに結構特化していった時にじゃあだったらまず皮膚のたるみをなくすってことを考えるとまずは重力に対してより皮膚がたるまないか骨格にしていかなきゃいけないってことは姿勢を普通にしていかなきゃいけないですよね姿勢を姿勢を自然体にするってはすごく大変なわけです大変なんですよ だからこそ姿勢を正しくしていかなきゃいけないじゃあ姿勢を正す上では何をしたらいいかというところに注目していったりとかあとその姿勢っていった時に構造を変えるためには何をしたらいいかっていったら筋膜に溶かすなぜ筋膜かっていったら筋膜が人間の体の中で一番センサーを持ってるからなんですよね人間のほぼほぼコラーゲンのほぼほぼがもう筋膜という同じもう腱も全部人体も全部コラーゲンの同じものなんで 痛みを感じたりするしたりするのもほぼほぼが筋膜だったりするので受容体の塊なんですよねですからそういったところを刺激してあげることによって変わる逆に言うとそれを間違った刺激を与える例えば長く座り続けるとか長く同じことをやり続けるとかそうするとやっぱ筋膜ってどんどんどんそこに教育されてトレイナボーって言葉使うんですけど教育されてってしまうのでそれでどん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 その同じ 体の構造にしかなってかないからって言って。うん、で、その、こういった美容業界さんもそこに注目して、まずはその、 我々の体の構造を良くしていってからフェイシャルダウンなんだろうしましょうよっていうのをあのインフルエンサーさん向けにですねあのエコー画像で筋膜とか筋肉の動画見せたりとかデモンストレーションやったりとかしてすっごく変わってきたなって思いますすごくチャレンジングなことしてるなってすごく尊敬もしたんですけどねうんまあちょっとね脱線しちゃいましたけどもし皆さんもですね、えー まあ体の構造だったり、自分のお顔もそうだし、美容だったりっとか考えたときにですね、いかにこういった天空みたいに、フルっッドな動きができるからこそ、その体のトーンが変わらないっていうね、トーンを上げることがね、ま,まずそこがファウンデーションじゃないですか。ま、言ったように、地球で生きているので、重力を得てるから、皮膚が下がる、上がらないよ何か外部の電気だけで無理です。歩き始めたらまた重力に負けるから。そうでしょ。だから、 我々の動く動作一つ一つのパターンを鍛えていかないと結局は2、3万の何か美容液ぶち込んでもすぐはいメイクしましたはい外出ましたって,ってその姿勢で歩いたら全く意味がないとか下がるからなぜだったらさっき言ったようにコラーゲンというのはコラーゲンと筋膜っていうのはトレイナボールいわゆる教育受容体なので使い方を教育しなきゃ変わらないわけなんですよねちょっといろんなとこに行っちゃいましたが水さんぜひあの 動きを見て何か興味持ったらあ動かなきゃと思ってくださいもし興味ある方はですね一応僕もオンラインサーロンとかもやってるのでまだまだちょっと完成してないんですけど少しずつ動画がたくさん増えていきますのでぜひそれもまだ無料で見れるのかなはい概要欄にあるのでぜひ見てみてください体を鍛えるのはまずは足先からっていうね、はい、天空の足のこういう点の取り方まずそこからです MP 関節からはい見てみてくださいそれでは